あれを見ろ。あの電波塔がある建物。あれは基地局だ。うん、何？まあ、あれが電源室だ。みたいだな。まずはこの門を越えないと。よし。サム、こっちだ。押してやる。ああ。よし。重くなくてよかった。サリー、ワインセラーから出たぞ。電源室に向かう。そっちは。おい、サリー。あ、やばい、サリー。おかしい。きっと電波が悪いんだろう。連絡がない。配信捕まってるよ。キッチンだ。やっぱ閉まってるよな。サム、見ろ。ここを登れば厨房に入れるかも。よし、やってみよう。持ち上げるからはしごを下ろすんだ。よし。ん？どうだ。誰か来る。サーリーか。ボナセーラ。マケスタファジェン。手加減してやれって。なんだよ、パンツ一丁で起きるだけだ。経験あんだろ。パンツ一丁でも。だな。俺はこれを着る。お前も探せ。よし。オッケー、電源室に行くぞ。じゃないのか。サム、どうだ。ああ、このズボンちょっと細すぎないか。それが最近の流行りなんだよ。マジ？似合うわけだ。鏡見て言ってんのか。じゃあ俺はこれからホールに戻るで。あ、サム、どうした。通信状態がおかしいな。サム、サリー、最高。最高ってなんで。さあ、入れるところがなさ。大丈夫、サクッといけるさ。下まで何メートルあんだ。こっからなんか入れるよ。わっ、意味ねえじゃん。まで来たけどね。何の意味があるか。ん？みんな聞こえてるか。そろそろ電源室だ。もうすぐ着く。多分。もうすぐ着くってさ。どうすりゃいいかな。あ、あそこら辺なんか行けそうな雰囲気がね。ここ飛べるかな。よいしょ。ここ飛べるんだったらいけるかも。よし。さあ、ここから、うん。いや。それでよく無事だったね。無事なもんか。いや、1ヶ月は身動き取れなくてよ。あの馬は平気だった。人参積んでてラッキーだったぜ。知り合いでもいた？いや、気のせい気のせい。
あんたのパートナーにはいつ会えるんだい？パートナー？ドレイク？そりゃ元パートナーだ、うん、近頃はずっと一人様だよ。やさいない。うん、それは死んだってこと？いや、引退したよ、うん、足を洗って結婚したってさ、うん、そりゃ死んだも同然だな。おら、レイフも嫌がった。ビクター・サリバン、久しぶり。お前も狙ってたんだな、実は。いつ以来だっけ？10年ぶり？12年？みんな集まってるじゃねえか。すごいな。愛も変わらず、俺たちは死人のガラクタを奪い合っている。そうか。親の仕事を手伝ってるんじゃないのか。親から継いで。今はそっちが本業だ。ずいぶん出世したもんだね。出品されてるもの全部買い占められるんじゃないか。ああ、まあな。でもそんなのつまらない。俺が興味があるのは、いいものだけ。でかい山さ、今夜は何を狙ってる？怪しい。競り合いはごめんだな。でもここだけの話、品物の順番が変わってる、うん、これは誰かが裏で手引いてるんじゃないか。まあ、こいつは知ってるからな、レイフはな。ここにいる連中はみんなズルして金持ちになった、うん、だからこういう場所では助け合える仲間が必要なの。あ、うん、そういうこと？みたいな。言いたくないよ。アメリカ人の手下になったのか？違う。手を組んだんだよ。なるほど。うん、最強カップルだな。まもなく次のオークションを開始いたします。あら、開始。ああ、ついに始まっちゃうじゃないか。お邪魔虫は消えるぜ。あとは二人でごゆっくり。ちょっと待て、サリバン。なんで知っている？知ってる？それ何の話だレイフ。ナディーン、お前さんのパートナー酔っ払ってるんじゃないか。ごまかすな、知事。ん？どうやって潜り込んだか知らないが、もしあんたが十字架を狙ってるなら生きて帰れると思うなよ。あんたを死体の中に入れて。ま、そういうことだ。そんじゃ失礼するよ、ネイト。ネイト、どこを突き歩いてんださ。あ、落ちちゃったけど絶対に生きてるけどね。あらら、よし、電源室やるか。おお、どこ行きゃいいの？あっちかな。もうそこしか考えられねえよな。よっ。よ、なんで電源室を選んだんだか。つうか、どこ、ああ、なんかここに。からどうすんだこれは。これは怖い。さあ、こっからどこ行ける？あそこか。か？こっちだな。こっちか。
入れる。電源室だね、まさに。コードがいっぱい。あ、人がいる。あいつ。Speriamo di non dover cambiare altri fusibili del cazzo stasera. Direi che per stasera può bastare. Ma che diavolo? Pronto? Pronto? Pronto って、カフェみたいなね、あるけど。Pronto 行くの？あ、なんかそれらしいところに来たけど、どうやって入るんだこれ。よし、いいぞ。で、ブレーカーはどこにあるんだ？こん中入るよね。入んないと。入れないよね。サム、サリー、聞こえる？どこを突き歩いてたんだ？着いたぞ。かなりヤバかったけどな。とにかく電気消すなら大チャンス到来だ。パネルに近づくにはもうちょい時間が欲しい。そんなことしてる間にレイフ十字架制で落としちまうぞ。レイフ？え、何？レイフ？レイフがここに？あのレイフだ。しかも今んとこ最高値をつけてやる。なら競り勝て。競り勝て？どこにそんな金あんだ？どうせ最後は盗むだろ。レイフに見抜かれたな。大丈夫。9万ユーロ。他にお声はありませんか？十字架手に入らなかったら俺は死んだも当然だ。でも落札したら違う意味でおしまいだ。少し時間稼ぎしてほしいだけだ。信じて。いらっしゃいますか。よろしいですね。たく。札が上がりました。現在10万ユーロです。やべえなこれ。10万ユーロって。うわ。時間稼ぎ。現在11万ユーロです。こうなるとどんどん付き合うよ。大丈夫。なんとかするって。頼むぜ。時間稼ぎ。さあ、鍵を壊さないと。どうやって？13万ユーロです。ツールがある。ない。ただいま14万ユーロです。そちらの男性ありがとうございます。お、15万ユーロとなりました。おい、なんかあるだろう。現在16万ユーロです。他にお声はありませんか？待てって。そちらの男性、17万ユーロですね。いいぞ。お、バール。ただいまの金額は18万ユーロとなりました。やった。裏が上がりまして、ブレーカー、ブレーカー、ブレーカー。スイッチの前に来たぞ、いいか。やるぞ。いつでもいいぞ、サリバンは。ちょい待ち。そちらの男性、提示額は20万ユーロです。50万ユーロだ。さっさと決めるぞ。今だ。ありがとうございます。50万ユーロという提示額が出ました。今だ。入札を続けますか？今だ。ヒヤヒヤしたじゃないか、サリバン。あんたを殺すとこだ。そんじゃ、あのバカのナゲッツら拝見と行くか。行け。いらっしゃいませんか？今だ。いらっしゃいませんね。それでは決まりました。50万ユーロです。皆様どうぞお待ちください。非常電源がすぐに入ります。なくなった。おっと、さあみんな逃げろ。ダズン、おい、そいつを止めろ。フェルモ、何やってんだ。逃がしやがって。言葉わかってんのか。スパリッシュ、言葉わかんねえよだよ。でももうバレてるよね。十字架取ったか。聖ディスマスならここにある。おがんか。さすがだ。さあ逃げろ。バッタバタ。おい、車はどこだ。正面の道まで来い。一番明るい場所だ。そこで待ってるよ。正面の一番明るいところ。うわ、いや、ああ、ほ、ん？
うん、黄色いメタルギアです。大丈夫だ。やべ、おいちょっと撃たないでくれよ、迷っただけだ。ちょっと待って、いやもう見えないでしょ。違う、この棒があるってことはね、ここ行けってことだから。さてと、どっちに逃げるんだかがよくわからないのでね、これは裏だろう。こっちからなんか行けたりするのかな。さあどこへ向かって行ってるんだ俺は。わからない。お、見晴らしのいい場所。merda, se riescono a svignarsela non ce la faranno, li troveremo e li riempiremo di buchi, ma sappiamo cosa fare, resta concentrato, d'accordo. ステルス攻撃、あいつもん？姉さん、調子は？調子絶好調だね。登って場所を確認する。よし、後でな。な。ん？どこ行けばいいのかがさ、分かんないんだよ。登って場所を確認するとか言ってたね。じゃあ建物の上に行くか。たださ、あそこがホール、車は正面だ。あっち行くのか、遠いな。もうちょっと高いところ登ろうかな。お、うん、もう平気だ。顔も見られてない。深呼吸して華麗に脱出だ。うん、うわ失礼。ここは立ち入り禁止。やばい、こいつはお互い様プロだぞ。これは二人の秘密にどう。あなたすごく素敵なもの持っているわね。持ってないよ俺は。マジ、いやその悪いんだけど俺ってもそうじゃねってことでごめん。ああほらやられるよ、こんな近寄ったら。相手の間合いに入っちゃダメ。お嬢さん、俺が紳士でよかったな。出なきゃ。ほら。うわ。そうかい。あんまり気が乗らないけど。かかってる。よし。えい。あ。動きがバレバレ。お。どうやって倒せばいいんだこれ。やられ放題じゃない。ぐ
ああ。お宝をよこしな。お宝はどれのこと？お宝つっても山ほど集めてきたし、一体どれのこと言ってんの？わからないなら教えてやるよ。これやられ放題じゃないか。ああ。いって。ちょい待ち。まだ時差ボケなんだって。今回は引き分けでどう？ダメ。時間つぶししてもダメそうだな。まあこれ一発も当たらない展開なんだな多分これね。あくそ。観念した。まだ生意気な口聞くつもり。マッサージ下手だな。なああんた、マッサージ下手って言われない？背中がかなり痛むんだけど。こんなとこ入っちゃった。待てって。後ろのポケットだよ。どこにある？で、どうだ？油断した。さあ、うまいこと。あ、よいしょ。いいね、逃げられる。よし、準備はいいぞ。どこにいんだ？ちょうどナディーンとお別れしたとこだ。彼女最高。そうだ、こっちはやばいことになってる。みんなパニックっちまってひっちゃかめっちゃかな。誰とも急げ、早く来いよ。姉さん、どこだ？さあな、そっちは。ホールの近くだ。途中の丸い看板みたいなのを探せ。丸い看板、よし。銃を手に入れてやったぞ。後でな。丸い看板？さあ、どっち行くんだ。あ、あれか、丸い看板とは。丸い看板を思いっきり目指してしまった。違う、こっちだよ。何やってんだよ。うわっ、いや、どうすんのこれ。よいしょ、丸い看板来たよ。ポポポポ。うわっ。ジェイさん、受け取れ。お、マジ。おお。ハハハハ、すげえな。そう、いい腕してんな。行くか。ああ、なんとかな。ああ、そっちには行けそうにない。降りられるか。ああ、多分な。よし、じゃあ車で待ってるぞ。ホールへ向かうんだ。分かった、後で。お、玉手に入る。こっちも立ち往生だ。どうすりゃいい？ホールを抜けるのが手っ取り早いぞ。封鎖されてるんだろ。いや、でもお前らと分かって解除したみたい。マークができる。じゃあホールに行くか。いいな姉さん。あ、分かった。撃っちゃった。撃つ必要なかったんだけど。さあ、どっから行く。あ、
Gira attorno! さあ、どうしようかな。これ降りられるか。これ死んじゃいそうだね、またね。こういう降り方すると。あそこか。ちょっとこっちに上がってみよう。うわ、いっぱいいるぜ。負け。くそ、動かねえな。とりあえずステルスか。徐々に降りてきたぞ。よし、もう少しでホールだ。姉さん、身動きが取れない。お、手を貸してくれ。どこだ。サム、待ってろ。どこ。いや、場所が分かんねえよ。何がいいねなの。うん？Siamo su qualcosa lì. Cos'è stato? Andiamolo. Intercettalo. Vado. Va.さあ、どこに助けりゃいいの。ちょっとここ登ってみるか。これは。うわ。何やってんだ、姉さん。元気？ああ。激しいね。もうオークションは氷丸だぜ。だな、もう真っ平。